ットボールファンの皆さん、お待たせいたしました。今日はエキシビジョンマッチ、日本対徳島ヴォルティス。本日の試合解説は元日本代表北澤豪さんをお招きしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ北澤さん、今日はどんな試合になるんでしょうか。そうですね、技術面もそうですけど、どこが勝負どころになってくるのか、そういったところを見ていきたいですよね。あとは前へ持っていくまでの流れでどういった形で仕掛けてくるのかですよね。日本としては特に相手のディフェンスラインをどう崩していくか見ものですよね。なるほど、今日はそういったところ。さあ観客の見守る中、開始の笛が鳴りました。ちょっと合いません。一旦預けます。おっと、こういうところで早く止めた方がいいですよね。片岡、筒井、中田、立て、小笠原、中村、読まれた。いい動きですね。ここから伊藤、片岡、左へ、藤井、ファールを取られました。さあチャンスになります。さあチャンスボールだ。あっといいボール。そこから大黒正志、横へ持っていく。大黒正志、パスをつないでいく。後ろにパス、日本ボールキープしています。中村、キープ力には評判のある選手。さあ上げるか。さあチャンスになる。うん、いいですね。逃げます。これはつながりません。強いですね。伊藤、おっと、こういうところで早く止めた方がいいですよね。これは長すぎました。誰か中にいればよかったんですけどね。筒井、藤井、もう一回筒井、秋葉、大場。さあ競っていく。左へ回してディフェンスラインで回します。宮本、田中、中田、梶、小笠原、下げて、縦にボールが出て、日本やや押され気味といった印象ですが、いかがですか。そうですね、少し慎重になってますよね。内容的には悪くないんですけどね、はい、一度下げます。胸で落としました。一旦後ろへ返します。うまく受けました。かろうじてクリアしました。カットします。中村、下げて、ここは川口、ここから田中、右に振って止めた。滑り込む、ホイッスルです。ここからのフリーキック、伊藤、片岡、折り返すか。左サイドからのコーナーキックになります。徳島チャンスを生かしたい。これはどうか。入ってきた。うーん、ちょっと合いませんでした。小笠原、そして宮本、左にさばいて、前に送って、前半も15分が過ぎました。左サイドを使ってきた。ここから三浦篤、つながりません。これはキーパーセーブしました。下げて、田中、三浦篤、縦にボールが出て、攻めにあった。右を使って、ここから梶、
さあここに出てきたぞ。後方で回しています。いいですね、コース先読みしましたよ。良い守りです。大森ディフェンスラインでパスを回しています。そしてここは大場短く出します。少し弱かったですね。小峰右に送ります。繋いで秋葉左へ出した。0対0点差はありません。筒井ここは戻します。下げてここは小峰、そこから大森、大場一旦後ろへ返します。右へ回す、キープします。ここから田中、三浦篤、中村、ここでリターン、端からチャンスを作る。うん、いいワンツーだ。ここに秋葉、伊藤、筒井、小峰、さあクリアしたボールをまた拾う、うまく決まりました。いい位置でスローインになりました。うーん、後ろへ下げる、小峰、秋葉、日本試合は前半の半分を過ぎているんですが、今のところ0対0。今日はサイド攻撃を中心に組み立てていると考えていいんでしょうか。そうですね、やはり基本ですからね、広く展開して様子を見るというか、やはり有効なんですよね。手元の時計では30分が過ぎようとしています。後ろにはたいた大黒雅史、つながるか、さあ来た、ここは大森、大場、後ろからのマーク、左サイド長いボール、筒井大きく横へ運んでいきます。ここでボールを持った、ここはボールを下げました。谷池、大場、伊藤、いいワンタッチだ。さあコーナーキックのチャンスです。でもいい試合してますよ。そうですね、さあ入れてきた、動いた、後ろへ預けた、右に送って、下げて横へ運んでいきます。まだコースを探しています。スローインに変わります。ボールを入れるのはカジ、中田、左へ、田中、サイドを変えます。日本ボールを回します。遠藤、宮本、カジ、ここに柳沢、カジ左にはたいた、遠藤、田中、藤、大場、谷池、大森、左を使ってきた、
藤井、大きく横へ運んでいきます。そして秋葉、谷池、通るか、これはタイミングが合いません。中にいなかったんですよね。前半残り5分を切りました。いい形、おっと出しましたね、ヘッドで競り合います。筒井、小さく回します。これはファールを取られました。このボールを蹴るのは藤井、しっかりその流れが見えてますよね。中田、三浦篤、ここに三浦篤、伊藤、ハジ、下げてここは大森、伊藤、前へボールが出て遠くから行った、これはバーより上、これで試合の流れが動きましたね。確かこの試合初めてのシュートですよね。そのようですね。ここでシュートを最初に放ったのが伊藤、中田、さあだいぶ時間も経ってきました。どうですか。ああ、やや硬いですよね。監督としてももっと強引に攻めさせてもいいかなと思ってくる頃だと思いますよね。右サイド長いボール、おっとこれはコントロールミス、徳島ボールになります。ここから筒井、小峰、右へ出す、筒井、前半終了のホイッスルです。さあ北澤さん、前半を終了して無得点のままですがどうでしょう。そうですね、作戦なのかもしれませんけどもね、見た感じはちょっと牽制し合ってる感じもしますよね。はい、徳島まだスコアとしては差はありませんが少し単調になっているパターンですか。はい、見ていて少し単調な気がしたんですけどもね、中盤でボールを持った後の一つ工夫が必要かもしれませんね。まあ後半の立ち上がりに注目ですよね。はい、さあ後半両チームどう出てくるのか楽しみです。前半を終えて点差はありません。両チームスコアのないまま折り返します。それでは後半戦を見てまいりましょう。さあ後半戦始まります。さあ攻撃に注目です。あっとオープンスペースを使ってきた、奪った、タイミングいいですよね。中田、左に振って、あっとファールです。宮本、遠藤、そこから中田、ここに田中、さあどんな展開を見せるのか。右に出して梶、どう崩していくか。宮本、どう攻めていくのか。遠藤、小笠原、中に2枚、ここで笛です。さあここからリスタート、絶好のチャンスです。直接狙った、狙ってきましたね。いや惜しい場面でしたね。左へ、いいチェックですね。片岡、小さく回します、縦に送ります。梶、縦に出す、ここに梶、ヘッドでの競り合い、
片岡、ハジ、横へ持っていく、ロングシュート、悪くないですよ。カジ、ここから宮本、前に出した、中村、宮本、三浦アーツ、後ろからチェック、センターバック谷池、回して筒井、藤井、小笠原、中田、カジ、縦に出す、おっと負けてないですよね。左へ出した、中村、ここはしかし大場、右に送ります、後ろへ、縦にボールが出ました、もう一度下げて、いい守りを見せました、中村、そして大黒正史、さあ競っていく、仕掛けてきた、これは大きすぎました、これはキーパーセーブしました、胸で落として、藤井、横へ運んでいきます、右に回して、ここは戻します、小峰、大森、これは突破できない、右に送って横へ持っていく、どう攻める、田中、さあロングパスだ、読まれました、右へ出す、大場、一旦戻します、谷池、短くつなげて、藤井、そしてここは片岡、壁を使います、いいコンビプレーですね、ここは一難逃れます、大きく横へ運んでいきます、徳島、後半から調子がちょっと上がってきてるように見えるんですが、まあそうですね、確かに後半から攻勢はかけてますけどもね、ここだというチャンスは作れてませんよね。コーナーキックに変わります、柳沢、ここで入れ替わります、まあ同点という状況の中でね、ここでより攻撃的な布陣にしていったんでしょうね、ここは何としてでも決めたいところですね。そうですね、左から行きます、これは通りません、ちょっとね感覚が逸れたかもしれませんね、日本ここは及びませんでした、後ろからのマーク、下がったボールは大森、谷池、秋葉、左へ小峰、片岡、小峰、藤、大事なところ、さあこの位置でタッチを割りました、日本またメンバーを入れ替えてきます、ボールを持っているのは藤、中に人がいる、さあこっからだ、ちゃんと周りが見えてましたよね、積極的に行きます、
ここで選手交代でしょうか。そうですね、変わりますね。さあ徳島、中盤の選手入れ替えです。そうですね、多分守りに対して人数をかけようということでしょうね。カジ大きく前へ出します。中田、さあ競っていく、うまく決まりました。折り返すか、ボールは正面へ。3人入りますとね、非常にマークきつくなりますからね。大場、谷池、そして大森、左にさばいて、あと少しで後半30分。左サイドへ、藤、いいところで受けた、カットします。キーパー頭の上でしっかりと掴みました。そしてここは三浦篤、そしてここは小笠原、中田、鈴木、大黒正史、ここは大森、縦に出して、そしてここは藤、そこから片岡、ファールとなりました。カジ、ここで主審に呼ばれています。ノーカードで試合続行です。ここからのフリーキック、伊藤、遠くから行った、徳島コーナーキックを得ました。ここは大事に行ってほしいですよね。そうですね。さあどうか、狙ってますよ。見事にキャッチ、中田、素晴らしい集中力、いい形で切り込んでいったんですけどね。後ろにはたいた、左へ送ります。小笠原、鈴木、一旦後ろへ返します。三浦篤、ここで組み立てます。右へ回す、左を使ってきた。日本、左サイドから攻めていきます。フィジカル面強いですよ。でもいい守り見せますよね。落とします。両チームここでメンバーチェンジとなります。ボールを入れるのは宇治、ここから鎌田、軽く出して、ちょっと合いません。あー、入った、ゴール徳島、このゴールは大きい。交代してからのすぐのゴール、スタジアムに今日一番の歓声が響きます。投入されてすぐゴールを決めました。しかしいい交代になりましたよ ね。監督も満足していることでしょう。さあ画面にはリプレイが出ています。徳島、あと少しでホイッスルにもなろうかというところで得点しています。エンド、前へゆっくり送ろうという場面です。センターバック田中、さあ追い上げたい。さあもうゴール後のキックオフは始まっています。田中、横へ持っていく。ここからの組み立てが大事です。短く出します。ここは落ち着いていきたい。胸でトラップ、ボールは後方へ。さあ後半40分を回りました。いい形になった。
小笠原、さあここから組み立てていく。おっと前に3人上がっています。ファジ、小笠原、下げてここは宮本、ダイレクトで出す、よく守ります。スローインするのは中田、再びスローイン、ボールを入れるのは小笠原、中田、おっとアーリークロスだ、硬い守りだ、誰か中にいればよかったんですけどね。徳島、ここはしっかりと守りました。右へ中田、右へ展開して、もう残すところ数十秒か。徳島先に得点を決めています。まだ勝負は分かりません。大事なところ、ここでホイッスルがありました。日本ボールになります。中田、短くつなげて、ああいいボールですよ。意地を見せるか、よく守っている、キープしています。あっとここで試合終了のホイッスル、1対0徳島、1点差で勝利、逃げ切りました。試合を振り返っていかがでした？そうですね、徳島としては非常に前向きでしたよね。そういうところが結果に結びついたんだと思いますよ。チームの調子も悪くなさそうでしたしね。そうですよね。それでは少しだけ今日の試合データを振り返ってみます。徳島、シュート数でも相手を上回っているようですね。そうですね、特に後半に入ってからそういった場面多かったですしね。ご覧の通り結果は1対0、徳島見事試合をものにしました。さあ放送時間もなくなってきました。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。